どうも、ニューヨークです。お願いします。さあ、本日は待ちに待った企画でございます。どうですか？こちらです。IWGP。徹底解説こちらです。えズドン。 IWGP ってもしかして池袋ウエストゲートパークのこと？それ以外ねえやろ。なんで今オープニングドン。なんでなんでちょっと待って、ホワイトボードあと3枚用意してもらっていいですか？ちょっと足らんかもしれない。なんで IWGP を今徹底解説、ま、前からしようとは思ってたのよ。で、ちょっと様子見てたら、話はしてたかもね。もう一回 IWGP の話どっかでしたいなっていうのはあったんやけど、今またクドカンかける永瀬智也でドラマが始まるらしいのよ。ドラマっすよね、ドラマ。で、今 TVer で1話となんか5話と6話ぐらい見れるのよ。あ、全部見れないんだ。そう、それ全部見るためにパラビ入らなあかんからちょっとびっくりしたんやけど。なるほどな。それで1話俺ついこの間この年末に、いや俺覚えてねえわ。もちろん見たい。めちゃくちゃ面白かったし、いやめっちゃ、いやいやめっちゃ前だから嘘、3回は見てない。再放送とか。いや俺1回しか見てない。1回しか見てないよ。まあ俺らの代表的な窪塚洋介さんのネタなんてもろ IWGP から。いやだから窪塚も、うん、もうだからこのキングってね、もう役でね、そう、あ、もう出た、大跳ねよ、大跳ね。こっからよ、窪塚も言うたら跳ね中の跳ね、演技がね、うん、まああの感じやんか。ちょっとドドンの感じやった。どこで何しようが僕ちゃんの勝手でしょ。いやいや、それ俺らのせいで言ってた。何回も言ってたけど、そんなもんしたら言ってた、言ってた。あれは、実は、ほんと、たぶん、キングっていう役は、普通の役やったけど、窪塚さんのアドリブで、演技かましたっていう都市伝説、ね。ありますよね、都市伝説。まず、じゃあ、だからみんな真似してたから。みんな真似してた。俺、当時、中学生かな。うん。で、20年前。うん。20年前 !20 年前かね、うん、同級生が、ちょっと、やんちゃなやつが、うん、全く、窪塚のキングと同じ格好してるから。一発で、白タンクトップ、白の、そう。G-Boys って当時払ったカラーギャングなのよ、G-Boys って。で、みんな黄色のものを身につけてるんやけど、もう黄色のバンダナとか通販で売ってたからね、その当時。公式かどうかわからんけど。もう、君も G-Boys になれるみたいなセットが売っとって。君も G-Boys に入らないほら、思い出してきたよ。多いんだね。そうそうそう。出演者言うたら分かりやすいよね。それ言ってあげて、それはすごかった。それはマジです。まあまあ、永瀬さんなんて、まあ当たり前、永瀬智也ね。まあね、主役ね。で、窪塚。ね、で、まさやくの佐藤隆太ね。あ、うん、で、ヤマピー。ヤマピーも出てっから。まず全員主役やん、もう。海外の映画。そうよ。で、これがまあ軸の4人やんか、言ったら。うん、で、ここに、ドーベルマン病が出てきます。そう、坂口健二。ドーベルマン病っていう役。ここピアス。そうやってんねん。これキーマン、めちゃめちゃキーマン。なんでドーベルマンかって言ったら、高校の時に、ドーベルマンとタイムを張ってドーベルマン殺したことがあるんだよ。で、思い出した。うわぁうわぁプシュッ、プシュッ、プシュッ。っていうか、いや、いいんだよね。ただ、ちょっと演技下手なんだよね。演技は下手。その、持ち前のオーラだけでずーっと乗り切った。ワンクール。ワンクールオーラだけでね。悪い奴の役なんだけどね、もういい人がね、隠しきれてないの。でも、見た目めっちゃ怖いのよね。めっちゃめっちゃ怖い。だから、ドーベルマンやばい、セリフほとんどありません。うん、なんか急になんか、パッて振り返ったら、なんか自動販売機の隙間からドーベルマンやばいが、どうやって見とるの基本それ。存在感半端ない。で、女性陣がすごいよ、やっぱ。まず、加藤愛ね。加藤愛だ。加藤愛。懐かしい。加藤愛がヒロイン。まあ、めちゃめちゃキーマンの。女性です。酒井若菜ね。好きだった、大好き。酒井若菜好きだった。俺らはもう大好き。ちょっとアホなね、ギャルみたいな。そう、理科ね。で、小雪。小雪出てたっけ。小雪出てて、ヤクザのさ、愛人の役でさ、保育園の先生やったり、ヤクザのフェチのために職業変えさせられる女っていう、謎多き女で小雪が出てます。そうか。で、渡辺謙ね。刑事だよね。刑事。ね、誠とボーリング対決してさ、負けたら BMW やるよっつって。あー、で、その BMW もらって、この4人で、あ、5人か。で、車乗って、名シーンね、みんなでこう車乗りながら、あ、行くぞお前ら行くぞっつって、うわーって顔出して大ビシに取られる名物シーン。
いや、覚えてない、覚えてない。覚えてないの？めちゃめちゃ覚えてますよね、みんなで大食いして、つって。そっか、渡辺謙はなんか刑事だよね。刑事。刑事は、渡辺謙、鬼太郎さん。あ、鬼太郎さん出てた。吉岡ね。で、安倍貞夫。工藤官といったら安倍貞夫だから。この時の安倍貞夫はまだもう、今見たらめっちゃ若いで。ああ、そう。だけどめちゃくちゃおもろい。安倍貞夫さんがおって。で、まだまだいるのよ。妻夫木ね。ブッキーも。妻夫木も出てんねん、猿っていうあの薬剤役で。誠と同級生の、めちゃめちゃ昔はいじめられる子やったけど、大人になって、ヤクザになった、そうだ。猿っていうやつ。あ妻夫木。そして、高橋一生出てます、実は。マジで？うん。部屋から出られへんオタク、誠の同級生。うんうんうん。めちゃくちゃ豪華、全員主役級の、めちゃくちゃすごい魅力的な出演者がいっぱい揃ってる、めちゃめちゃ。俺第1話見てびっくりしたんやけどさ、もう1ミリも古くないのよ。なんかもうおしゃれなの、すべて。死ぬほどタバコ吸います。やっぱりね、今は死ぬほどタバコ吸うから、めちゃくちゃやで。誠がフルーツ屋やねん、マジマスフルーツっていうね、フルーツ屋さんにやる、ね、吉岡くんの来たろうが、おい誠みたいな、お前またなんか悪さしただろうとかって、あとか言って、もうフルーツ屋でうるせえな。でも、果物まみれの店内で、タバコ吸いまくれ。でも、誠吸いまくりの渡辺謙も負けじと警察やけど、めちゃめちゃもうポイ捨てとかするし。もう今そんなドラマないね。ない。吸いまくるのよ。うん。それがもうたまらんくらいかっこいいのよね。うん。で、あの時の流しさんってもうほんとただのかっこええヤンキーなのよ、見た目も。肌とかニキビだらけなの。あんなやつ見たことねえよ、今ドラマで。みんな綺麗やん、かっこいいやつって。なんか王子様みたいな。うん。本当に俺らが、この人地元におったらかっこええわっていうタイプの、かっこいい人がずっとテレビの主役なのよ、うん、ドラマの。ちょっとやんちゃな感じのね。そう。で、コンプラ。演技も最高。コンプラ無視。もうめちゃめちゃ。俺らの M1 のさ、細かい犯罪気になって話し合ってけえへんわ、みたいな、独自の。もうずっと大きな犯罪気になる。まあ、オービスでまあ、ウェーイとかは細かい犯罪けど、もうその後、もう普通になんかもう物とか盗みまくるのよ。おい、ロッカーとか、うん、あの一番左端のロッカー、あれ色違うだろ、俺が仕掛けたロッカーなんだよとかつって。で、ロッカーにサラリーマンがなんか入れたら、おい、行くぞとかつってみんなでロッカーをガーンって持って、うん、で、運ぶのこうやって。うん、で、安倍貞夫がこうやってカップラーメン食いながらエロい雑誌読んどる横をこうやって見えへんのをみんなで静かにしろとかって押すんで、えオッケーとかって、よし、開けるぞとか、開かねえな、開かねえよ、くさとか言って、いないやん、別にそんなシーン。ただただ犯罪するシーン。まあね、本編と関係ないっていうか。関係ない。で、ヤマピーが、その日知り合ったヤマピーが、なんかいまいち仲間に溶け込まれへんから、今度は池袋の池袋を台車で盗んできて、これ盗んできたから僕も仲間に入れてよとか言う。ああ。いうシーンあった、覚えてる？なんか覚えてるわ。すごい犯罪するのよ。だからなんかその、当時のドラマってこんなにドキドキする感じなんやっていうのがね、ぜひ1話だけでもいいから見てほしい。ほんと俺1話見ただけで映画1個見たぐらいの満足感あるから。で、こっからずーっと話がね、続いていくんやけど、まずこのリカっていうのがね、殺されるのよ。当時だからもう援助交際とかが余裕であるから、うん、バリバリ援助交際してる女の子さ、なるほどね。っていうのは、もうね。当たり前のようにそういう設定ね。そう、金払ってエッチするのがもう当たり前の時代。健康だからその、サラリーマンが池袋で女の子に、おじさんたち一緒に飲もうよとか言われて、飲みに行って、で、次のシーンではもうブリーフ一丁になって、もう、ボコボコにされて、うん、要はぼったくりにあったみたいなシーンとかも差し込まれてくるの、うん、で、坂井若菜もそういうのをやっとったけど、まあ、誠に会ってちょっとまともになろうかなっていう時に誠に冷たくあしらわれたのかな。誠と約束したんやけど、8時に今日ドライブ連れてってくれって言ったのに誠がごちゃごちゃして、で、加藤愛に昨日坂井若菜とエッチしたでしょとか言われて、な、誠がめんどくせー出た。誠がね、ちょい節々すごいセリフ言うとったからね。お前らキスとかさ、プレゼントとかセックスとかめんどくせえんだよって言って、いやいやいや、関係ない。女の子にそんなん言うとあかんやろ。お前ら女はさ、プレゼントとかキスとかセックスとかめんどくせえんだよ。絶対今のドラマで出てこないね、そんなセリフ。加藤が、まこっちの最低とか言ってどっか行って、まことが一人やって、
めんどくせえ、それはいいんだよねって言って、その間にリカは援助交際して殺されてしまうんだよ、ラブホテル。それが第1話。それが第1話、最後か。そう、で、その殺したやつがストラングラーっていうやつ。このストラングラーが誰なのかっていう話なの。で、一応第2話で羽賀健二がストラングラーなんじゃないかみたいになるんやけど、当時の羽賀健二ね、本物の悪ね、うん、本物の悪が悪役演じてるんだけど、やっぱいいとこもあるだろう覚えてる、あの羽賀健二があの G ボイスが捕まってさ、こう寝転ばされてさ、誠がさ、あのボーリングの球でこうやってわーってやってさ、ゴロ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 ってギリギリかすめてみたいな。ああ、あったな。うん、で、結局多分、でも、羽賀健二は悪いことしてたけど、殺しちゃないっていう風に終わるんじゃなかったかな、2話は。なるほど。で、結局ストラングラーであれなんやろみたいな感じで話はどんどん進んでくる。だから、なんの話って、ギャングの、だからあれだよね、なってくる。まあ、当時の池袋、で本当に悪かったんで、アントニー曰く、うん、もうカラーギャングがおって、うん、マジで近寄らん方がいい街みたいなのをうまくこう見せつつ、軸は要はストラングラー誰なんだろうみたいな、うん、こうリカを殺したやつを警察よりも早く誠は捕まえたいっていうのが軸かな、うん、でもう一つ軸がこう G ボーイズ VS ブラックエンペラーねっていうのが出てくるのよ、うん、G ボーイズはこうね、です G ボーイズ、ああそうだ、小文字の G ね、そうだ、でブラックエンペラーこんなんやったよ、確かこんなんだったな、です for G boys です for G boys っていうそうそうそう、で、その対立していくという話でございます。で、もう言うてまうと、もう一人人が死んじゃいます。死ぬんだよね。はい、殺されます。覚えてます。それが、なんとヤマピーです。ヤマピー、ヤマピーが死にます。ヤマピーが死ぬシーンが最高です。ジーボーイズのたまり場の銭湯があるんですけど、キングの親父がやってる銭湯、うん、そこのロッカーをガチャって開けたら、ヤマピーの死体と、黒い羽がスローモーションでヤマピーが倒れてくるよね、うん、それ見てずーっと緩かったキング、なんとかしようみたいなキングが、うわって言って、その銭湯の至るとこからこう木刀とかみんな取り出して、うわーっていくシーンね。でそれまでこうボンバーヘッドやってキングが、その切れた後からもうピシッてね、オールバック、綺麗なオールバックにして、そっから最後の構想が始まるんよね、ブラックエンペラーと G ボーイズ。キングと永瀬は幼馴染なんだよね。ずっと幼馴染、仲良しなんだよ。あで、ずっと G ボーイズに入ってよ、まこちゃん、そうね、言ってたよ、いやいや俺はいいよ、めんどくせえからっつって、でも、ずーっと友達やった佐藤龍太ね、マサがね、途中から G ボーイズ入るんよね、ヤマピー死んだかなんか でそっから抗争して、最後こう、誠がその抗争のケツを拭くじゃないけどね、うん、名言が出るのよね。あ最後もう窪塚と永瀬がなんか殴り合ってたよ。そうそう、お前キングでもなんでもねえんだよ。ああ、そう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 で最後名言ね、袋にキングなんていられんだよっていう。最高で、もう一個、完全ネタバレすると。これはもう完全ネタバレ。最後、衝撃ね。一番の犯人は、加藤愛やったっていうね。ひぇーこれもネタバレです。これ、加藤愛っていうのは、すごい複雑な家庭で育っとって、お金はめちゃめちゃあるんやけど、親の愛情受けてないとか、いう伏線が実はあって。で、加藤愛っていうのは、実は二重人格の女やったんですよ。これ、光るっていうね。めちゃくちゃ可愛いね、バカな女の子もね、まこちゃんみたいな感じやったけど、うん、実はもう一個の人格は、このドーベルマン病を操ったり、ヤマピーを操って小雪を腹刺さしたり、うんうんうん、とか、いろいろ裏で操ったのが加藤愛やったっていう、完全なネタバレです。素晴らしいね。素晴らしいのよ。これ聞いたらもう見やんでええわって今思ったかもしんないですけど、いや、逆に見て。普通に踏まえた上で今の20代とかに見てほしいね、うん、中高生見て見て、俺らが中学生の時マジ半端なかったからね。いやいやこれね、一回見てこんな感じだから、俺らが中学生の時ってこんな感じやったよ。いや、ちょっとこいつが今ダサいみたいになってるけど、いやマジそうやから見て、俺はマジでやっぱ何も古く感じなかったね。まあ正直ファッションとか古いよ、小ギャルの、うん、確かにね。でもやっぱおしゃれやし、おもろいのよ。なんかわけわからんタイミングで次のシーン行く編集とかさ、すごい散りばめてくるやん、おもろポイントを、うん、ギャグをね、駆動感なりの
もう武士が聞きまくったドラマ IWGP、 IWGP は名作よ。これみんな見てたから、みんな見てたから、みんな見てたということで、皆さんぜひ、まあ、IWGP はもちろん工藤監督と永瀬さんの新作ドラマもぜひご覧ください、うん、ということで以上です。ありがとうございました、はい。